大月手前のこのダラダラ坂、疲れちゃってますけど、昨日眠ってねえだろお前。だよな、俺もなんだよ。今日2時50分に起きて、なんかあんまりこう寝れなくてさ、3回くらい起きて、天高くカンガルー走る橋、まあ、そんなんで電池がもったいないんでこの辺にしますか。とにかく甲州街道これダラダラが多い、まあ、いかんともしがたい。大月まであと数キロに、松姫の入り口まで数キロに迫りました。娘の彼氏もこんな荷物を持って頑張ってます。景色最高だな、おい。ほんと綺麗だな、この渓流とかいいよ。足は結構おっさんの方はダメージ大きいですね。若造は頑張ってますからまだ全然平気だと。気持ちいい、ほんといいとこだね。